はい、おはようございます。おはようございます。10月21日ですね。じゃあ行きましょう。東京タワーから始まりましたけども、行ってきます。うん、今日は2件ございます。最初は飯田さん、そしてキャラベルさんでございますね。まだこれも前後でちゃんと1日1日で分けてやらせていただきますけども、ありがとうございます。まあ、飯田さん、それこそですね、阪神百貨店さんで取り上げさせていただいているやつですね。トルディロ・モンテツモロ。そうです、トルディロ・モンテツモロ。あれは白ですね。そうですね。あれは、美味しい。美味しい。で、2500円ぐらいで買えましたね。そうです。非常にお買い得な一本でございます。まだまだ、ね、皆さん買えますので、ぜひご購入いただければと思います。よろしくお願いします。そういえば、今週末だね、やるね、イベントを、はい、土曜日に、はい、ライブ配信をさせていただきますので、で、阪神さんでつなげるような感じでございますね。非常に楽しみ。うん、まあ、普通にまずはライブ配信を11時から、で12時半から、その会場とズームでつないで、それをライブ配信するというふうな状況でございます。新たな企画ですね。ちゃんとうまくできるのか僕はちょっとね心配で仕方がないんですけど、一応もう設定はしてあるんですけどね、できればいいかなというふうに思ってございます。で、ちなみにその次の25日の日曜日、そうです、オーバンさんでですね、また、まあ、ワインのテイスティングをしながらやるという、そういう、まあ、イベントでございます。そう、今度はまたブルゴーニュ、2日連続でライブ配信を行うというですね、なかなかの商業でございますけど、皆さんぜひ、そうですね、皆さんぜひご覧いただければなというふうに思います。はい、いや、ちゅうかね、今日髪を切りますよ。あ、やっとそのもさついた、そう、もさついた髪がね、さっぱりしますのでね、もうちょっとね、ボリュームが多すぎて多すぎてちょっと嫌になってて、明日からの裏とお手伝いが欲しいですね。いや、この動画の一番最後ぐらいに切った後のその動画ね、髪を見せさせて、なんか公開させていただければなと思います。ね、金髪の。もう金髪で僕言ったらもうかなりソムリンやべえやつだというふうにまたなっちゃうからね。もうすでにやばいって言われてるようなやつ。さらにやばいと。気をつけなきゃいけない。はい、ということで今日も楽しく新海頑張っていっていきたいと思います。こういう感じで、ね、やってらっしゃる。すごい。対策しっかり。バッチリです。イタリア、トスカーナですね。うん、これもう、僕じゃあ新種水よりも3倍差ぐらいになってる。すいません。ちょっと上げちゃいました。はい、エンリコ・サンティニ・イ・モンターリー。2013年です。4500円。いやいいね、ボルゲリ。すごい、ボルゲリです。で、13年。もう、香りがボルゲリです。もうさ、ただファンデベージじゃないよね。やっぱりしっかりとしたような感じでさ、絵がギュッと伝わってくる。あと13年ですね、いいヴィンテージをさ、なんでこんなまだ残ってんのって思ってるんですよ。これすごい綺麗に熟成してますね。ね、まだまだ、あともう何年もいけると思います。ね、これはね、ぜひ今のうちにね、買ってほしい。これ4500円の味じゃないっすね。4500円なんじゃないっす。味でいきます。まだ。正直、ポッと出されて、まだ6000円ぐらいかなっていうふうに思っちゃう、うん、そんな味だね。うん、これね、あ、飲んだ。あ、飲んだね。飲んじゃうよね。単純に綺麗ですし ね。なんかさ、綺麗に熟成してきてるからこそ落ち着いてるこの味わい、うん、最初のガッチガチで、うん、多分飲めなかったのかなって感じですけど、2013年今いいですね。今いいね、はい、今ぜひこれは飲んでほしい。しかも4500円。なるほど、ちょっとグラスとか入れたら、ね、めちゃめちゃ嬉しいですから。本当に本当に、これはでも、まあ、グラスでこれを出せるかって言ったらかなり体力のある店じゃなきゃ無理なんだけど、これはぜひね、ストックでもいいし、はい、いつ売ってもいいから、うん、ちょっと寝かしといても絶対悪くなるんで、今でも飲んでもらって4500円、はい、おすすめです。ソムリンポイントいきましょう。ソムリンポイント5.2ですね。5.2、どうでしょうか。なかなか高いんじゃないですか。そう、5.2
5点超えは置くのが確実な。これは飲んだ瞬間にね、うん、これマジでっていう風に、ね、僕たちがね何度か飲んでしまう、素晴らしい、美味しいワインでございましたので、はい、ぜひ皆さんにも飲んでいただきたいと思います。はい、イタリアピエモンテですね。はい、コルテロディモンテツモロ来ました。モンテツモロ、バローロモンファレット2015年でお値段が8000円ですね。来ましたね、僕たちが大好きコルテロディモンテツモロ。もう名前より見なくてもいいっていう阪神さんではね、こちらのランゲルネスを出していましたけど、今回はバローロをテイスティングしてございます。やはりこのピエモンテバローロ、香りがね、もうバローロですね。綺麗な果実味。そうだね、まあ、やっぱり香りからすると、あ、これバローロだなっていう風にちょっと思っちゃう、うん、そういう風なワインで、ね、うん、しっかりとしたね、やっぱりね、このね、厚み、苦味、やっぱり飲むとまた美味しいですね。飲むとまたうまいね、やっぱりこれくらいのレベルのワインになって飲んじゃうね。ちょっとね、新鮮の時は吐き出してるんですけど、そうそう、こういうね、コメント言いたいときにやっぱり飲みたくなるね、うん、もうね、ちょっと口の中のね、やっぱりアフターのね、良さをね、うん、感じちゃってるんだよね。なんでこんな旨味が出てくるのかっていうぐらいの、そう、これ不思議です。上の規模でまたね、2つぐらいね、うん、シングルビニヤード系のやつが確かあったと思う。ありますね、この普通のバラでも十分だよね。すごいな、これで、これが8000円。8000円です。8000円です。バローのこの8000円は安いと思います。安いで、全然熟成するからね、はい、バローロとバルバレスコなんか、なんか割って2足し2割ったような感じのエレガントさもあるからさ、うん、これさ、そうなんですか、ちょっと飲んだらバルバレスコかもって思っちゃう、ね、すごく美味しい。いやー、綺麗なバローロでございます。はい、じゃあそのミントでいきましょう。ミントポイント5.8でございます。5.8、いいと思います。なかなかの高得点ですよね。これは素晴らしい。これはね、でも本当にいいと思う。8000円でこれだったら、でちなみにこれの上のキュベは余裕で6点を超えてきますんで、うん、この下のね、あのバルベラってめちゃめちゃ美味しい。バルベラの仕方ね、はい、やっぱりこれだのモンテナロすごくいいので、阪神さんにもぜひ買っていただきたい、はい、そんなワインでございますね。ソムリエの一押し作り手です。ぜひアルネイス買ってください。はい、お疲れ様でございました。撮ります。さすがに声が聞こえにくいんだよね、これやってると。こもっちゃうから。はい、2本でしたね。でもやっぱりちょっとね、押し押しのコルテロディモンテツモロに関してはね、やっぱり美味しい。やっぱりうまいですね。ぜひ阪神百貨店さんでまずアルネイスをまず飲んでいただければね、あの綺麗さというのが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますね、村先生。はい、飲んでほしいですね。飲んでほしいね。やっぱりね、こう食事にもね、なんかこう合いやすいような、そんなワインですし、そしてお求めやすいですね。安いんだよね、これはね、本当の綺麗さ。ぜひ飲んでいただければなというふうに思います。いや、素晴らしいですね。で、今から次、歩いて、はい、今から歩いて次のテラベールさんに向かいたいと思います。いや、大体30分ぐらいかな、この場所とがね、なんかこう中途半端な場所だからね、歩いても同じぐらいだっていうぐらい歩きます。電車と歩く距離があんまり変わらなかったら、隅に大体歩く、そうそう、大体歩きますっていう理由が簡単。まあちょっと歩いた方が気持ちがいいからっていうね、夏場はね乗りたいけど、はい、こういう時はね歩いたいと思いますよ。気持ちですからね。うう、できた。いやでもね、思った、またその阪神さんのやつ、はい、もし次回やらせてもらえるんだったらね、もっといろんなワインもね、本当に美味しいものをね、こうソムリエセレクション、ソムリエセレクションをね、ブースで作りたいなと思うぐらいに思いましたので、本当にね、いいワインがたくさんありますので、ぜひ皆さんに飲んでいただきたいと思います。今日のやつなんかもね、ぜひね、なんか阪神さんに出してもらえたら嬉しいなと思っちゃいましたけど、嬉しいですね。残念、わかんないです。まあ、また春に出るかもしれないですからね、期待しましょう。ではまた次回、ありがとうございます。はい、はい、美味しいワインをまた知りたいという方は、ぜひこちらのね、チャンネル登録ボタンをぜひよろしくお願いします。あと、ズカちゃんがかっこいいなと思ったら、いいねボタンと
ね、またいいねもされなかったからしいですね。あでもね、これやり始めてからね、いいねボタンね増えた気がするんですよ。いいね、よろしくお願いいたします。良くないボタン押さないでください。